はい、明豊スキー場でね、高速道路、乗れないから通行止めでね、高速道路を除雪しとるの、乗れないから下道行かなかんなって思ってた人、あと、あそこ、ウェイバー、うわっ、塩化に食らった、スノーウェーブなんたら、あとウィングか、あの辺も、通行止め解除されたんで、高須まで行きますよ。ウィングは白鳥で降りるんだっけ。今日が1月15日朝のもう7時前になっちゃいました。はい、ちょっとね、もっとね、5時ぐらいにね、早朝にね、もうこういう動画上げたかったんだけど、ちょっとね、出るの遅くなってしまいましてということです。はい、ノーカットできますね。このチャンネルは、高須のパークとダイヤランドを中心にやってます。土日月に動画をアップしております。道路状況とかね、ゲレンデの、積雪とか雪質とか、リフトの並び状況とかね、混雑状況とか、駐車場の混み具合とか、道路の雪で規制したとかなんとかとかね、あとスノーボードと、スキーの滑走シーンなどをお送りしております。週にね30本ぐらい、アップしてますんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はね、高須ダイナーを滑りますんで、その映像もねたくさんアップしていこうと思います。はい、一旦切りますね。他の動画を見てください。じゃあね。